堀忠は大正時代の経営者。新州新都生命保険社長、京保生命保険社長等を歴任した。九州の柳川藩の下級武士だった堀徹が明治維新により六を離れた後、その次男として九条下町に明治五年に生まれた。城下を離れ、教職と片手間の農作業で生計を立てる、経済的には厳しい家庭で育ったが、 学業成績を評価した講演者もあり、熊本の再最,最高に進む。苦学する片原剣道にも打ち込み頭角を表した。折から熊本に設立された第五高等中学校の補充科に入学し、補修講師などで経済難をしのぎながら、柔ら剣道などにも勤しみ勉学に励み、第五高等学校に解消された年に卒業する。明治十七年に帝国大学に入学し、 明治三十一年に放課政治家を卒業する。同年、大浦金武の長女金子と結婚し、翌明治三十二年、住友に雇い入れとなる。住友銀行では入社翌年、銀行支配人のダナベ辺寺に随行し、半年間欧米を視察する。入校四年後に中野島支店の支配人となったが、明治三十六年、大浦金武が低身大臣として、 桂太郎内閣に初入閣したのを機に、大臣秘書官となることを強く求められ、住友銀行を辞職した。低進省では、日露戦争の戦前、戦中、戦後を通じ、戦時体制の交通、通信の整備などが大きく前進したが、激戦地の事前現地調査などにも直接携わり、平坦整備につなげたこともあり、訓後等走行局実賞を授けられた。 明治39年、大浦大臣の辞任とともに、秘書官を辞め、大阪に移り、東洋木材防腐株式会社、日本火山灰株式会社のそれぞれ専務として会社を経営するが、明治41年に、大浦兼武が、第二次、桂太郎内閣の農商務大臣として入閣すると、再び大臣秘書官としてサポートすることを求められた。 産業振興を指揮する大浦実商務大臣の秘書官として様々な業務に携わるが、公害問題として深刻化していた住友の久方園外の解決への堀正の尽力は被害者側からも高い評価を得た。また、ロンドンで開催された日英博覧会には事務官として携わるとともに大浦日英博覧会総裁に随行し、 欧米を3ヶ月にわたる産業視察を行った。明治44年第2次西園寺内閣の成立と、友浦がゲイヤしたのに伴い、堀忠氏は秘書官を辞したが、その直後に妻金子が救世する。子はなかった。京都に本社を置く、新州新都生命保険株式会社の株式の4割を持つ、西本願寺の保守、大谷洪水伯爵が、 経営の乱れを心配し、監督当局者である大浦実商務大臣に明治44年に相談をしていたが、翌大正元年8月に、堀氏は西本願寺からの経営の独立を条件とした上で、同社の社長に就任するに至った。堀氏は経営改革を進め、大正3年、社名を共保生命保険株式会社と解消し、また、大正5年には、 不安定だった西本願寺所有の株式を、久原久之助に肩代わりしてもらうことにより経営の安定を図った。大正8年、久原久之助を社長とし、自らは副社長に退いたが、経営はその後も、堀氏が指揮した。大正11年には、本社を東京に移転し社業の一層の発展を期した。生命保険会社協会の理事としては、 チルメル問題とルモイ調態問題に尽力したことが、突起されている。この間対象2年に参考教授の林渡郎の長女綾子と再婚し、次男参上を設ける。また、国策会社の日本占領製造は設立当初から、久原ふさの助参加の日立製作所は設立の翌年からそれぞれ取締役を務めた。片わら、 幼少より鍛錬してきた剣道の振興に関わり、大日本部特会の常議員、将議員として、同会の運営、発展に深く貢献した。政治には、関心は高く、議員として、国政の参画を期待する人も少なくなかったが、大浦の七光と言われることを嫌い結局出馬には、至らなかった。性格は質素、熱性、定義に厚く、最新と大胆が同居。 探偵眼鏡、剣道、柔道、探偵など体力に任せるところがあったが、それ以上に酒にまつわる逸話が多い。号は、図南昭和2年7月27日正居。聖語位を追唱される。ありがとうございます。